皆さんこんにちは、こんばんは。レーザーってさ、光出すと点にしかならないわけだよ。それをね、ラインにしてさ、その糸の子とかね、そういうやつのさ、糸の子でね、カットしたりとかするためにその墨出しするわけだよ。その墨出しのね、ラインをこのレーザーでね、やろうということで、ちょっとこう試作したわけだよ。試作したんだけど、何もさ考えずに、寸法とかも何も決めずにね、そのレーザーをこういうパイプとかに埋め込んだんだけどさ、でまあラインが出るのは分かった。その過程をね、ずっとビデオに撮ってたんだけど、結局何も下準備っていうかさ、 YouTube でちょっとラインにどうやってするかっていうのをね、ちょっと見ただけで自分なりにこうやってたんだけど、もうちんたらちんたらね、ビデオをああでもないこうでもないってさ撮ってたら、もうとんでもなく長くなっちゃってさ、おまけにね、ろくな映像が撮れてないわけだよ。だから今回はね、このレーザーのさ、墨出しを作る過程をね、もう一回さ、寸法をちょっとね間違ったりだとか、アクリルのね棒が汚れたりとかさしたんで、もう一回ね作り直してみたいと思います。ゴールデンウィークはさ、もうほとんどのホームセンターとか大型店舗とかさ、こういう部材を売ってるとこが休みなわけだよ。休みなんで、あちこちね電話をしたりとかしてさ、本当はガラス棒が欲しかったんだけど、どこ電話してもさないし、空いてるホームセンターがあるんだけど、そこ行ったらもうね売り切れでさ、なかったわけだよ。もうどうしようもないなっていうことで、これはね、このワイングラスのさ下があるよね、ここに下があるんだけど、ここをねちょん切ってね、それを利用してさ、これはテスト的に作ったわけだよ。で今回はね、昨日たまたまさ寄ったホームセンターにアクリル棒が売ってた、アクリル棒がね売ってたんで、これを使ってね一回テスト的に作ったやつをさ、寸法が違ったりとか、あここをこうす、ちょっとこうすればよかったなとかっていうねことを踏まえてさ、作り直してみたいと思います。使用する材料はアクリル棒、アクリル棒が6ミリしかなかったんで、この6ミリのアクリル棒と、あとプラスチックのこういう工作なんかで使うパイプだよね、これと、あとアルミのパイプ、これを使ってね作っていこうと思います。これ何ミリだったかな、アルミの棒がこれが11ミリだね。それからこのプラスチックの棒が、太さはね書いてないや、これ何ミリあるんだろうね、あのノギスを向こうに置いてるんでさ、ちょっとはっきりしたパイプの径が分かんない。ただこのパイプはさ、このアルミにねちょうど入るんだよ。ちょっとキツキツなんだけどこのアルミに入るんでね、これで作っていってみようと思います。じゃあ始めよう。まずね、このパイプカッターでこのパイプをねカットしていきます。まず1本切った、これとあとねもう1本切るんだよね。これぐらいでいいかな。パイプをね2つ切りました。パイプカッターでね切ると、こう中の方にねめり込んだみたいなね、バリみたいなやつがさ中の方にできるんだよ。だからそれをねちょっとこのドリルでね落としてます。この方法がいいのか悪いのかは分かんないけどね。うわ、滑って手が黒くなるね。あとね、このプラスチックのさ、これも切ります。パイプ3つ、プラスチック1つとアルミ、これをね加工していきます。次はね、このパイプにさアクリルのね棒をさ入れるための穴加工をしていきます。よいしょ。これにねアクリル棒が入るさ穴をねドリルで開ける。ビデオのねスイッチが入ってなかった。これでねこうやって穴開けるわけで、ヤスリでさバリとかをきれいにね取ってあげる。でこういう風になります。
このアクリル棒をねカットします。このアクリル棒はね、傷がついたりさ、汚れたりしないように火をつけて扱わないといけないんだよね。やっぱり汚れたりとかさ、傷がついたりするとレーザーがさ、乱反射の元になるんだよね。まあ、このアクリル棒そんなに正確なもんじゃないからね、このアルミパイプにね固定していきます。これはさ、なんかうまいことできないのかな、固定するの。前回のさ試作はさ、これをね接着剤でねここを止めたらさ、接着剤がね中の方に流れたりして乱反射のね元になったりしたんで、今回はちょっと手法を変えてね、このハンダゴテでさ入り口をさ膨らますっていうかね、そういうやり方でやってみようかね。うまくいくかどうかは分かんないけど、熱を加えてさ、熱で止めてみようかね。うまくいくかは分かんないけど、まあうまくいかなかったらまたねやり直せばいいしね。何でもさ試してみないと分かんないからね。なんかうまくいったっぽい気がするんだけどな。透明性大丈夫だよね。縁をね接着剤で止めてやるといいんじゃないのかな。とりあえずやってみよう。これでしばらく乾燥させます。次はねレーザー、パチってね外れて飛んできそうだ。レーザーにさ、あまりにも細いね糸みたいな線がついてるんで、これはすぐなんかね切れちゃいそうな気がするんでさ、年を取るとね、もうこういう細かい作業は嫌になるよね。これで、あ、これレーザーテストしてなかったけど、つくのかな、これ。これがね、この先端がさ、レーザーの焦点をね、調整する。レンズの焦点距離をね、合わすとこなんで、ここがね回らないとねいけないわけだよ。でさっき接着剤でさつけたんで、下手なつき方をするとさあれなんだよね。この前作った時はさ、これに入れるのがさきつかったんで、先にね入れたんだよね。先に入れたんだ、忘れてたね。あー、しまった、これをもう止めてしまったもんな。これを止めなかったから、シャリ無理、抜いた、一回ね、もう抜いちゃった、無理やく。これじゃあダメなんだよね。これと合体しないといけないわけだから、全部打ち込んだらダメなんだ。レーザー墨出しのね試作が完成しました。こういう感じになったね。正面から見るとこういう感じだね。中にアクリルのね棒が横に通ってるのがわかると思うんだけど、まあね試作もね苦労しました。これねどうやって作ってるかっていうと、いくつかねやったんだよ、まあ、ここにもあるんだけど、これがね最初作ったやつだね。工程はねさっきビデオで流した通り、これ長いさアルミの棒だよ、パイプ、アルミパイプをさカットしてね、横にさ穴を開けてね、ドリルで穴を開けて、このアクリル棒、わかるかな、このアクリル棒をさ通すんだけど、これがねやっぱりアクリルだからね、傷もあるしさ、透明度ももう一つっていうか、一番問題はねアクリルは傷があるとさ、まあガラスのね棒でも一緒なんだけど、傷があると乱反射したりとかするわけで、光がこう広がったりとか線のねラインが出るんだけど、その周りにねこう光が乱反射したりとかさするんで、これは苦労したね。最初ねやったのはここにアルミのパイプに通して接着剤で止めたわけだ。
接着剤がさ中にね流れてしまってさ没になったやつなんだけどね、これはね。で中にさもういっぱい接着剤がさついてしまってるね。こう動くもんだからね、固まるっていうかさ、固定するまでに動いちゃったりしてさ、そうなっちゃったんだけどね。2回目作ったのがこれだ、ね、これ。これはさ、接着剤を使ったらちょっと失敗する可能性もあるなということでね、今度はここにアクリルの棒を通してさ、両方をねハンダゴテで溶かしちゃってさ固定したんだよ。ハンダゴテで溶かして固定をした。だけどこれもね、またこれ削ればいいんだろうけど、ちょっと武骨な感じになっちゃったんで、次にねじっちゃんが考えたのは、このアルミにさこのアクリル棒をこう通すわけだよね、横にね、横にこう通すんだけど、もう接着もね何もしない。でどうやって固定するかっていうとね、このやっぱりもう穴を開けるまでは同じ工程なんだよ。このアルミパイプにこれ入れるのもここまでは一緒で、もう接着剤も使ったり溶かしたりもしないでね、アルミパイプの径と同じぐらいのね、同じというかちょこっと長く、気持ち長くねカットするんだよ。穴に通して、通したところでね、じっちゃんの工具箱の中にさ、この収縮チューブが入ってるわけだ。収縮チューブ、この収縮チューブをかぶして、これをねこれに熱を加えるわけで、ね、まあこれカットするんだけど、この長さをカットしてね、でこれにさ熱を加える、まあライターでもいいしハンダゴテでもいいし何でもいいんだけど、熱を加えるとねこれがギュッと縮むんだよ。でピタッとねもうこれにくっつくわけだよね。それで結局こういう風にさなったわけだね。これはさアルミのシーちゃんを持ってたんで、ちょうど入るやつをねこう動かないようにね万力でちょこっと気持ちこう上の方を押さえてやってさ、ちょうど入るぐらいに加工をして止めてみました。まあじっちゃんこれはね丸ノコでね使おうと思ってるんだけど、一応丸ノコのねこの上の方にさこうやってセットしてやる。で調整はね丸ノコのこう通って切るラインがあるわけで、でそのラインと合わせてこれをね固定してやる。強力な両面テープで止めてやろうかと思うんだけどね。あとさ考えたんだけど、このこれは外せるんだよ、つけてないからね、こう力を加えると取れるんだけど、あとさこう動いてたらね多分レンズの焦点がねずれてきたりとかするんだよ。今合わせてるんだけど、焦点距離でもレンズのね焦点を合わせられるようになってるんだけど、丸ノコの場合はさ一定先をにラインを引くわけだから、もうそれで固定してやるとねそれでいいと思うんだけどね。それでもさずれたりしたら焦点をね調整できるように、これはねここから半分に取れる、半分にスポッて抜けるようにしてる。でこれでさラインを引いてみると、ラインが見えるかな、ラインがこのもともとさ板に引いてるライン、こう丸ノコがこう来るわけだよね。今ちょっと焦点がちょっと合ってないね、焦点が気持ち合ってないけどまあいいか。結局こういう風に丸ノコをセットしてやると、このラインがねこのカットラインに合うように丸ノコをセットしてやって切ると、そのラインに沿ってさ丸ノコが切れるっていう、なんていうの、サブ的っていうか補助道具みたいなもんだよね、サポート道具みたいなもんだよ。でまあこれでね試作で作ったんだけど、試作で作ったんだけどさ、もうこれで使えるよね。まあいろいろね途中でこうどうやってつけようかとかね、こういろいろさ試行錯誤はしたんだけど、まあ設計図があるわけでもないんでね。でもまあこれでね墨出しができるんで、ちょっと明るいから見にくいかもしれないんだけど、照明を消すと見えるかな、こうこんな風になるわけだ。このラインにね沿ってこれを丸ノコにセットしてるという仮定して、このラインにねこう
ックのレーザーラインを合わせてやると、そのまま動かしてやるとこのラインで切れるというね、いうなんていうのかな、正式な名前はじっちゃん大工さんでも何でもないんでわかんないんだけどね、こういうライン引くのを墨出しとか言うやね、糸を引っ張ってさパチってこうラインを引くやつを墨出しってあれ言うんじゃないかったかな、それとかこうね、カットするとこうなんかこう印つけるとかさ、だからそのさ、まあ直線だけだけどそれをレーザーで墨出ししたね線に沿って丸のこうが動くようにこれをつけてやるということだね。まあじっちゃんさ説明下手だからさよくわかんない人もいるだろうけど、 YouTube で探したらね出てくる。まあこういうの作ってる人もさいっぱいいるよ。じっちゃんもそれを見てねこれをね今試作をしたんだけどさ、まあでもアクリルだからさ透明度があまり少ないっていうかさ、ガラスだったらねまだ綺麗にラインがさ出ると思うんだよね。これたまにこう切れてるところがあるもんね。これはやっぱりアクリルのさ棒の関係だと思うよね。はい、ということでね今回はレーザーのね墨出しっていうのかわかんないんだけど、じっちゃん名前がわかんないんだけど、墨出しレーザーっていうのかね、これを作ってみましたということでございました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。